はい、というわけでね、前回と同じ感じで、また仮面ライダーについてね、ちょっと紹介していきたいなっていうふうに思います。というわけでね、まあパート2は、そもそも仮面ライダーダブルでですね、今回この3人の主人公がいるんですけど、まあ、その中ね、今のところ一番、まあなんか主軸として動いてる、仮面ライダーダブルっていうね、この緑と黒の2色の仮面ライダーについて紹介していきたいと思います。でね、この仮面ライダーはね、前回紹介したみたいな感じで、平成のね、仮面ライダーでございます。2009年の9月から放送された、まあ平成仮面ライダーってね、全部で20人ぐらい、まあ、プラスアルファもいるんですけど、まあ、大雑把に言うと20人、20作あって、それ11作目ですね。まあ、なんでちょうど半分の一番最初みたいな。まあ、なんでね、この20人を2つに分けて、10、10で分けてて、まあ、それがね、平成1期と平成2期で分かれてるんですけど、まあ、このダブルは平成2期のね、まあ、第1作目、まあ、11作目っていう感じですね。でね、まあ、1人で2人の仮面ライダー、まあ、物語見ると分かると思うんですけど、まあ、2人がね、まあ、片方の意識がもう片方の体に入って変身するっていうね、まあ、2人で1人の仮面ライダーっていうね、斬新な設定と、またね、この探偵もなんですよね、この作品が。まあ、そういうね、まあ、作品としての、その話としてのね、完成度の高さって言って、まあ、今でも高い人気を誇っております。ね、最近だとね、そのアニメ、なんでしょう、この、まあ、ダブルっていう作品も結構ね、今でも人気がついてて、漫画だったり、舞台化とかね、結構いろいろアニメ化とかね、いろいろその続編が作られてるっていうものでもあるので、まあそれでね、まあ、今でもなんか新作が出てくるっていうね、すごい作品ですよね、そう考えると。っていうね、今でも非常に人気が高い作品でございます。ちょっと簡単にね、ちょっと専門用語みたいな、まあ、なんか普通になんか ゲームの中に出てくるけど、多分まあ、ね、カメラで知らない人は多分全然知らないですもんね、こういう話とかもね。まあ、ね、こういうのもちょっと簡単に説明したいな、いきたいなっていうふうに思います。まずは、もちろん主人公の仮面ライダーダブルですね。それから、まあ、平井翔太郎っていうね、この二人が結構、まあ、特に人気の高いキャラクターっていう感じなんですけど、まあ、平井翔太郎っていうね、まあ、一応探偵みたいな、探偵なんですけど、まあ、一応ね、半人前みたいな感じでね。まあ、でも、なんでしょうね、その執着というか、まあ、探偵、物事を解決する、その物事に対して突っ走るっていうね、追求力とか、まだ猫の鳴き真似が上手みたいなね。猫を探す能力に長けてるっていう主人公と、フィリップっていうね、ちょっと謎多き少年。まあ、1話の時点では本当に謎多き少年で、まあ、だんだん、このフィリップの謎が解いていくっていうのも、まあ、この物語の、カメラダブっていう物語の、まあ、一つのコンセプトでもあるんですけど、ここに探偵、まあ、ハーフ、半人前探偵、平井翔太郎と、謎多き少年、フィリップが変身する仮面ライダー。まあ、これね、フートっていう、まあ、そのダブの舞台の、まあ、架空の街ですね。フートっていう街の平和守る仮面ライダーでございます。で、このダブルっていうのが、このガイアメモリーっていう、なんか、まあ、すごい力みたいな、まあ、サイコンだったら風の力とか、ジョーカーだったら、地球の力みたいな感じで、まあ、いろんなメモリー、すごい力が入ってるメモリーがガイアメモリーですね。まあ、USB みたいでめちゃめちゃかっこいいですよね、見た目が。まあ、ちょっと子供欲しくなっちゃいますよね。っていう感じですね。で、ドーパントですね。これがまあ、ダブルの、まあ、いわゆる敵、みたいな感じですね。だからね、まあ、ガイアメモリー、さっき言った、その、すごい力っていうのを、まあ、悪用して、まあ、街でちょっと暴れたいね。まあ、人をちょっと殺めたいとか、まあ、いろんな、ちょっと悪いことに使ってる人っていうね。まあ、一応人が変身して、まあ、このドーパントになるっていう感じですね。なので、こいつの能力を探ったりとか、ただ、このドーパントに変身して、ワウソをしている人は誰なのかっていうね。まあ、話の中で解決していくっていうのも、まあ、このダブの魅力の一つでございます。そのね、まあ、その行きさつっていうか、その流れがすごい見てて楽しいんですよね。で、このミュージアムっていうのが、まあ、なんか一回だけ、その、なんか4人ぐらいで集まってるし、この、まあ、この写真のね、青い、すごいデカブツみたいな、小林幸子みたいな、でかい髪にかぶってるやつとか、また右のね、猫みたいな、やつとかがなんか4人集まってたところがあったと思うんですけど、まあ、あれがね、ミュージアムっていう、まあ、すごい、まあ、特に親玉みたいな、ドーパントが使うそのガイアメモリーを、まあ、なんだろうね、まあ、密輸してるみたいな、裏でいろいろね、働いてるっていう、結構悪さをしてるね、悪の根源みたいなやつはですね、まあ、このね、パート2とかで戦ったシリヒコ、ナスカドーパントっていうのも、このミュージアムの一員だったんですね。っていうね。まあ、ミュージアムのいろいろ悪さっていうのを分かったところで、ちょっと簡単に多分、結構時間長くなっちゃって申し訳ないんですけど、じゃあダブルのね、魅力。まあ、まずはね、その、ダブルはね、結構基本フォームっていうね、このガイアメモリーが、
左側で、まあ、左翔太郎が3本、フィリップが3本ずつ持ってて、ここでね、まあ、9つのフォームになってるんですよね。で9つのフォームが、まあ、それぞれね、まあ、例えば、まあ、動きやすかったり、まだ伸ばしたり、また熱を発したりとかね、また銃を撃ったりとか、ここで9つのフォームがあって、まあ、そのフォームごとに特色があるので、9つのフォームをうまく活かして戦う戦闘シーンっていうのがめちゃめちゃいいですよね。なんだろうね、もう、強いフォームに頼らずに、このいろんな、なんだ、長所を活かして戦うみたいな、こういう戦い方がね、結構面白いなっていう感じですね。あとは魅力その2ですね。主人公サイドを輝かせる魅力的な敵キャラが多数。これね、さっき言ったシリコさん、パート2の戦ったシリコさんとか、またこの下がね、個人的に好きなウェザートーパントっていうね、トーパントなんですけど、まあ、こういう感じでね、なんか中ボスみたいな、作品のボスキャラ的な感じの、魅力がとんでもないと。うん。やっぱかっこいいし、っていうね、やっぱ中に入ってる、この変身する人物とかもね、すごいなんか封筒が大好きだったりとか、そのガイアメモリーのことがめちゃめちゃ好きすぎて、もう研究しちゃうみたいな。っていうね、結構まあ個性的なね、個性的で魅力あふれるキャラクターがね、いっぱいいるっていうのも魅力ですよね。ね、魅力その3ですね。まあ、このね、結構ダブルっていうか、まあ、仮面ライダー自体が1クール、約50話で展開されるんですけど、最初はね、その2話で1つの事件解決するので見やすいっていうね、だいたい1話目が問題提起で、2つ、2話目が解決編みたいな感じで、まあ、すごいね、非常に見やすいんですよね、なんか作品が。1話のその終わりで、まあ、この後どうなっちゃうのみたいな感じかの2話で、ね、解決するみたいな。あとこのスカっていうね、流れがめちゃめちゃ面白いですね。まあ、最後の方とかね、結構、まあ、長い、その、まあ、物語の根幹みたいな話って結構長いんですけど、まあ、最初のとか2話完結みたいな物語ですごい見やすいなっていうのもあって、結構初めて、この間見るっていう人におすすめできる作品かなっていう感じですよね。ではこの下の例だと、これがね、1話と2話なんですけど、第1話と第2話ぐらいネタバレしてもいいなって思うんですけど、でこの、ま、1話で、その探偵事務所に、私の同僚が、仕事の同僚がドーパントになった、まあ、ドーパントになったっていうか、まあ、いろいろなんか行方不明になったとか、まあ、そういう話があるんですけど、で、まあ、ドーパントになってたんですけど、まあ、実はこの依頼者も、ドーパントになってた、みたいなね、ちょっとめちゃめちゃ端折ってますけど、そういうこともあるっていう、ちょっと、どんな展開でこうなるのみたいな展開とか、まだね、その、実はちょっと犯人っぽいやつが、実は全成人で、逆にいいやつそうなやつが悪いやつみたいな、うん、まあみたいなね、ちょっと面白い展開もあるんでね、まあそこも含めてぜひともカメラダブルね、見ていただければと思います。はい。というわけで、ね、今回ちょっとダブル紹介したんで、ちょっと次回はね、ウォーズとかゾーワンとかもちょっと紹介していけたらいいなっていうふうに思います。はい。じゃあ今回ね、ダブル紹介しました。ここね、ある程度分かったと思うんで、はい、ぜひ、このね、ゲーム実況もぜひ見ていただければというふうに思います。よし、じゃあこれで最後かな。よし、じゃあ最後にね、ゲーセン、イニシャル D ごっこでもしますか。はい、クールと、急カーブでドリフトを曲がりましょうか。これで、サンゴが、おー、すげえ、あ、道が見えた。綺麗な道だね。だいぶ三浸しになってるだろうけどね。こっち？あ、これで下げればいいのか。さらに奥へ潜入。だいぶ入り組んでるな。ちょっと迷路になっちゃうよ。翔太は帰って、もう、ね、反対の道もう戻ってこれへんよな。草にしていけばいいの。いいね。ああ、だいぶ三浸しやな。びちゃびちゃしてるわ。戦いにくそうやね。戦いにくそうやな。ちょっと、足場が湿ってるかな。スーツとかね、ちょっと湿っちゃってね。なんか、靴下とか湿ってきちゃうんじゃない？ちょっと不安になるな。靴下、替えの靴下今日持ってきてないよ。おー、びっくりするわ。電話びっくりすんだよ、毎回な。いやぁ。今仕事中だ。切るぞ。カデカノ？カデカノやん、もう。仲いいな、お前だな。お、これ敵出てくるんじゃない？ザゴーゾーかな？ガメルかな？このエリアの一番奥か。これはボス敵の予感よ。敵の接近を探知しました。実践のウイルス反応は。あ、なんか水、なんかあったな。懐かしいな、バイラスドーパント。以前戦ったやつは傷ついた人間の精神エネルギーと同化した悲しい敵だった。でもこいつは別物みたいだね。なんか思念みたいなやつがドーパントになったんだっけ。あんま覚えてねえな。こいつなんか不気味だったよな。
喋らねえし、車にかなんか車になんか同化してさ、なんかこの変な車に同化して、うわもうこれ叫びでなんかちょっと怖いんだよな、ね、叫ぶのが。ちょっとあー危ない、ちょっとこれはダメ、あー痛い痛い、これはダメよ。なんか車に同化してさ、なんか人間襲ってたんだよね。叫ばんといてちょっと悲しくなるわ。半分ぐらいか。あ、やべ。結構抜くが。届く？でもあいつは、わあ、嫌な液体吐くな、あいつな。汚ね。緑の液体吐いてるわ。あ、音もグロい。あ、なんかついてきて。あ、A ボタンね。じゃあ、で、なんか、付着してる。なんか付着してるぞ、床に。床に付着してるけど大丈夫か？危ない。あ、待って。A ボタン。なんか回避しやすいな。回避しやすいぞ。これで必殺技打つか。マキシマムドライブ。あれ外した？しもったしもった、目の前におったのに。これやらかしたな。あとちょっとか。これでせっかくはジョーカーで倒すか、このまま。マジか、今倒せんかったか。多分、普通に技外れてたよね。悲しいわ。うわ、めっちゃ投げてくるやん、あいつ。大盤ブデマンやな。だいぶ余ってたんだろうな。お、何あれ、気持ち悪。あんな技使ってたっけ、何あれ、コアみたいな。魂みたいなさ。うわ、気持ち悪い。なんかスライムみたい。出る先間違えてるよ。一緒に回り込めばこんなもん一発ですよね。で、これあと残り、いた。で、これで残り蹴り上げると。ちょっとひたたた決めたかったけどね。仕方ない。やったね、爆発さんしたわ。そうね、なんか、ね、バイアスオーバーとデカタモの不気味やったもんな。なんか上からね、にょろって出てきたもんね。初めて出てきた時も。もともとなんかゴーストカーみたいなやつだったんだよな。ほっとくと島中の水が汚染されるところだったぜ。あ、それ地中性のウイルス出るわ、あいつはな。アイダーかな。ろくなものじゃないことは確かだ。早く先に進んだ方が良さそうだね。いやーねー、進むとするか。オーズが空気になってるね。左端に映り込み系みたいな、超左端におるわ。よし、レベル上がんねえなー、まだなー。もう暗い。オーズね、結構ところどころダブーさん2人で仲良くしてくださいよみたいな、ちょっとフィープさん仲良くしてくださいよってイチャイチャをね、ずっと横で見てたけど、今回はちょっと逆やったね。オーズがちょっと横目に見てたね。これで下水道エリア向かえばいいのか。こっち行けばいいのかな。これで進められるって感じか。ワイヤスドーパンとも出てきたからね。結構敵、やっぱ本編の出てくる敵とかいっぱい出てくるんだろうな。解放されました。お、いいね。よかった。先へ行こう。じゃあ次、再根城下に操作するか。何があるかわからないので、注意が。先に何があるか、しっかり探知できないのかい。はい。めちゃめちゃ怪しむね。まだ愛を疑ってるのかフィリップ。疑うね。翔太郎、君は用心という言葉を知らないのかい。フィリップが普通なのかな。二人ともいつまでやってるの。ほらもう怒ってるよ、エイジも。今はこの島の危機を救う方が先決だろう。いや、そうやな。ごちゃごちゃうるせえ、行くぞフィリップ。イチャイチャすんなよ。エイジが寂しがってるだろ。エイジもちょっと懐かしいんだよ。その、この二人の関係がね。行くか。あれ今、あ、でもレベル3、もうちょっとレベルになるから、ちょっとこのまま放置しとくか。ショート、あ、いるね、奥の方に。あいつのんきに銃撃ち上がってよ。ちょっとこの戦い、ちょっとレベル上げとくか、ショータオの。危ない。ショータもレベル上げて、レベル4になったらなんかあったよね、スキルが。あ、痛い。危ない。ちょっと、あんまり、避け切れてない、うまく。うまく避け切れてない。ちょっと、こいつ厄介だから、ね、倒すか。ちょ。動きに、もう、上に行くな、お前。下を見てるずっと。オッケー。もう、階段に上がっちゃってね、ちょっと戦いづらいわ。そう来ると思わんかったやろ。レベル上がるかな、これで。頼むわ。ちょ、レベル上げてくれ。やったその後の戦いでなんかレベル上げれたわ。レベル上がれ。上がんねえか。あ、上がんねえか、ちょっとだけ。悲しい。HP やべえ。いや、ちょっともうちょっとだけ待っていいかな。
もうちょっとだけ。レベル4まで上げたらちょっと交代しようかな。うわ、なんかいるじゃん。ちょ、いかにもやばそうなやついるんだけど。なんか HP 回復アイテムとかないんかな。まあいいか、このまま行くか。また当選簿か。こんなやついた？敵の反応は大きく強力です。注意して。え、こんなやついたって、手本編に。なんかムービー対戦とかの敵？あんま覚えてねえな。危ない。おえー、あ、動きが遅いな。結構動きが遅いから、身軽に行けるかもしれない。アラートが出てる。なんだ、何このアラート。危ない。このアラート何なの？さっきから書いてるけど。何これ。危ない。よし、オッケー。あ、なんかすぐ倒せるよ。アラート何だったんだ、あれ。早く倒さないといけないとかだったのかな。怖っ。あのアラート怖っ。ダメージ。アイスですか。エス取りたかったな。これでレベルも上がると。よし。なんかスキルがね、ゲットできるから。じゃあ、ジョーカーもどんどん使っていこうぜ。ゲルグにレベル4。これなんか解放されたよね。こういう、あー、くそ、こういうのありがたいね。これはちょっとジョーカーもやっぱさ、使っていきたいじゃん。レベル8で、あれか、最後か。で、今、オーズがレベル5になってんだよね。で、解放。どうしよっかな。まあ、せっかくだからね、ラトラタンもちょっと上げるか。こういう動きが強化されます。こういう動きだから、まあ、R って、R か、R ボタンのやつか。まあ、ちょっと今、ダブルがレベル低いから、ダブルに変えるか。お前の罪を課せ。よし、ダブル任せたぞ。まあ、結局ね、翔太郎は続けて戦うことになるんだけどね。過酷！翔太郎過酷。もう、この音ビビるって、本当に俺の電話番号、俺の電話みたいだわ。上司から電話かかってきたかと思ったわ。なかなか苦労してるよね。翔太の時ってまるで態度違うな。翔太の時も、早よしなさいよってもうね、スイッパー構えながらやってたもんね。痛い。いや、早くて助かるわ。こう考えてやっぱ戦いやすいな、ダブル。ダブルちょっとやっぱジョーカーはね、肉弾戦が結構便利ではあるけど、戦いやすさはね、この身軽さっていう部分に関してはね、結構ダブルいいよねっていうね。ほら、こんな速い動きはジョーカーにできますか？っていうこともできると。あ、まだ蹴りを入れて。あー、ランク上げたかったけど。ダブルもちょっとレベル5まで上げておきたいな、せっかくだから。でもな、なんか出てくる敵がね、結構場所が決まってるっていうか、何回も同じ場所で。うわ、すげえ、この新鮮な気持ちね。ダブルがこのカンドロイドを使うっていうね、この作品のクロスオーバーね。こういうところで感じられると思わんかったな。これ、こうは乗ったっけ？こっちが来たんだっけ？なんかない、あ、なんもねえな。マジなんもねえわ。まあ、いっか、このままね。いや、マジで次誰が出てくるんだろうって、ちょっとワクワクが出てくるよね。やっぱ普段の敵がさ、一般兵みたいな感じの敵ばっかりだから、ああいう広がった場所へのさ、新キャラっていうのがちょっと楽しみだね。やっぱ、お、ライドベンダーあるぞ、ライドベンダー。ライドベンダー乗れないのかな？ちょっと HP 隠させよう、さすがに。ジョーカーがやばい。ジョーカー半分ぐらいしかないかな。コネクティーと。いいね。いや、クセアデータもそうか、なんか回復的やつあるかな。お、ついでに次なんかタコ以外とか出てくるかな。お、アイテムゲッツ。お、出た、タカ。いいね。仮面ライダーオーズをサポートするカンドイドの一種。敵か、カンの桁がタカの形状に変形する。敵に耐えたし、ダメージを与える。便利。こういうのが便利なんだよ、めちゃめちゃね。あ、セットアップしようか。あー、1体しか出せないんだ。いや、めちゃめちゃ便利よね、こういうの。相変わらず出てくる敵は一定か。タカ頼むぞ。お前の、おー、強い。これタカか。これタカ？今のなんか17ぐらいダメージ与えたの。いいね。これなんか、サポートアイテムにしては結構、タコもさ、結構、あえてひねましたら結構強かったけどさ、なんか目に見えやすいっていうか、HP がすぐ減るから分かりやすい、助かりようだよね。ここまで来ると、さすがに、使わざるを得ないよな。すまん、タコ。お前リストだや。長い間お疲れ様でした。こっちの方が便利やわ。まあね、ちょっとお役ごめんってことで、円満退職ということでね。ありがとう。あ、ちょっと待って。タカ、頼むぞ。俺、お、強い。これ強いな。これマジで、もう、なんか、こんな新しい敵が出てきてもさ、ダブル、あ、じゃあ、タカになっちゃうわ。タカから逃げられないわ、もう。タカに満足しちゃったわ。よし、いいね。これ回避がさ、マジで速くて助かんだよね。移動が早い時はマジで楽だわ。よし、レベルまだ上がんねえけど、だいぶ
で移動手段が便利やもんな。次ちょっと誰と戦えるんだろうね。じゃあ最悪のジョーカーまで進む。あ、ドローンかなこれ。なんか魚みたい。あ、これあれじゃん。あの、ガタキリバの時のさ、あの、メズールが作った闇だよね。なんかメズールの闇ってそういうのが集合体みたいな、いっぱいあるんだよね。あ、まあこれちょっと、あえて食べて楽しますか。でもホームチェンジで、まあ一掃しようか。あ、A ボタンで変身すればよかったわ。オッケー。で、これで、あ、オッケー、壁を作って、壁を作って叩くと。はい、敵作って、叩くしかないでしょ。楽しい。なんかね、魚をね、こういう、まあ、釣り竿じゃないけど、これで普通っていうね。相変わらずグルー見た目してるな。やっぱね、ヒートメタルはこの挿入歌流れるのいいね。どうやどうやええやろ。かっこええやろ。よし、行くか。もうちょっとヒートメタルで行くか、しばらくは。あ、待って。こっちになってんのかな？こっち、あ、なにこれ？こんな敵はいた？こんな敵いたかな？こんなただのクラゲみたいな。こんなただのクラゲみたいな敵いたかな？あんま覚えてねえわ。喋ったコンボが出た時かな？あんまり覚えてないな。これはマジでわかんない。これマジ初、ワンチャン初耳かもしれん。よしよし、とりあえず、あの、メタルコンボはね、なんか、で、この、アーマーを壊しやすいね、スキルがあるらしいんで、あ、なんか、これか、どこでも出てくるのか。あ、で、台の字。で、これで叩き割って、あ、危ない、あ、やボタン。叩き割ればもう一瞬ですよね、こんなもんね。よし、オッケーオッケー、飛ばすわ。とりあえず飛ばしとくわ。オッケー。この空中で浮くやつなんだ、これ。便利、超便利だわ。とりあえず最高のジョーカーにしといて、風を出しとくか。おまけのね。おまけの風。今日はいつもより、あ、そうそう。強くなれる。この BGM よ。いいね。挿入歌いつでも聴けるって本当に神ゲーやな。ちょっとこのまま進んでいこう。いや、そもそもなんかメズルとか画面とかで戦ってさ、シャウトコンボとかも泣いたよね。シャウトアウトがさ、聴けるってマジで神よ。それは。本編流れなかったからね、シャウアウトってね。いや、ちょっとね、ザゴーズとかさ、シャウタとかって、時期だったからさ、あんまりなんか、本編で活躍しなかったんだよな。活躍するときはすごい活躍するんだけど、ちょっと出番がね、少なかったんだよな。ちょっと性格が、タコも出しとくか？タカはここまでってことか。お！これ結構狭いよ。狭いよ、ちょっと。狭い、すいません。こんなとこよね。じゃあ、こんな狭いところに、これが効くと。狭いところで、ほんとこれが効くと。はい、オッケー。いいんじゃない？いいんじゃない？これ。はい、オッケー。いや、これ便利やな。狭いところで、このダブの技結構有用的やな。お！レベルアップするんじゃない？レベルアップする？する？知る？レベルアップ知る？あ、しない。ミディじゃん。ミディ残しやな。あ、あるね。タカ？あ、タカじゃないか。水位下げるか。いいね。なんか、どんどん水位下がってくるな。水なくなってくるな、だんだんな。待って、なんか、さっきを出せるチャンス失ったな。下田な。待って、こっち行ける？こっち行ける？待って、あれ、なんか、後ろの、あの、アイテム欲しかったな。まあ、いいや。スーで行きましょう。待って、スーできない。あの、どこにいんの？この敵は。上か？どこ？下か。下にいるよってこと？こっち行った後にいて。おー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 、ちょっと大丈夫か？あ、絶対ミスった。ちょっと待って、絶対途中なんかあるぞ。進もう。絶対ミスったよね、今な。逆だよ。絶対普通逆だけどね。今の落ち方はちょっと危なかったな。弾がヒュッてしちゃうわね。弾がヒュッてしちゃったわ。ダブとショーダーの二人のね。二人の弾がヒュッてしちゃったわ。これで、下降りましょうか。よし。さあ、来るか。お、来たね。いるね。噛みついてくるね。危ない。こいつなんか、グロテスクやな。なんか、こいつなんか集合するとさ、一個のでっかい感じなんだよね。で、それなんか、ガタキリバコンボで、なんか、乱獲するみたいな、シーンがあった気がする。初めてのガタキリバの初陣の時かな。さすがに名前覚えてねえや。だろうね。この、サンゴ闇みたいな。やっぱね、その、闇のね、特色によって、カマキリとか、なんか昆虫とか猫科とかのね、
あのいろんなガンダム出て、ガンダムじゃねえわ。いろんな闇出てきたからね。さあレベル4になったぞ。あ、レベル4のスキルゲインが解放された。ん？なんでこれオフになってんだ？あ、待って、あ、しまった。ちょっと待って、スキルアップしたい。せっかくね、スキルゲインあるんだから。あ、そっか、スキルゲイン。ね、ちょっと上げておきたいよね。これなんでレベル2がオフになってんだ？まあ、いいや。中押しで2段階チャージ可能の、これを入れて、ヒートジョーカーか。あんま使ってないかな、ヒートジョーカーが。で、あとは、ヒー、サイクロンメタでもレベルアップしとこうか。やっぱ、ここもサイクロンジョーカー、ヒートメタだった、まあ、しまった！サイコメタ、まあ、いいや、サイコメタもかっこいいからね。ちょっと、エネミーコード集めるか。ぼっちぼっちとね。待って。で、あとは、アクセラデータ開発は、あと何が溜まってる？二ヶ月、エネミー、あー、そういうことか。まあ、全然使わんもんな、あれは。よし！じゃあ、放置。完了だ！準備完了！レベルも上がったからね。やりたい放題、あとは。ディルか。でそろそろ敵がね、大型ボスみたいなやつ出てきてもいいんじゃない？俺はいつでも待ってるぜ。メズーでもガメルでも。まあ、なんならミュージアムのメンバーでもいいぜ。お、まあ、どこにでもいいな。とうとう一般の敵と、化したか、お前も。ねえ。最初なんかすごい特別なキャラって感じがあったけど、危ない。特別なキャラって感じがあったけど、もうここまでは。待って、せっかくさ、シールドがある敵がいっぱいいるんだから、ここは、ヒートメタルで行こうやな。おー、強い！ヒートメタル強いね。せっかくだから、このひるんでる敵に合わせて、意外ちょっとこいつを倒そう。こいつは倒して、あ、待って、メタブランディング使おうと思ったけど、まあ、いいや、使うか、ちょっと。はい、危ないわ。ヒートメタル使って、行くか。行くぜ。あ、お前使うんか？お前その曲かい。ヒートメタルの曲じゃないんかい。かっけー。躍動感いげ、あ、ちょっと残、ミリ残しは一番嫌だよ。オッケー。ご利用し。こづいた。必殺で決めたかったなぁ。もうそこはちょっとゲームがさ、ちょっとうまーく、やってくれよ。エコひいきしてくれよ。頼むよ。メモリアル版買ったんだよ。ちょっと、いいやつ買ったんやからさ。ちょっとエコひいきしてや。さあ、次は何が、うわ、なんかでっかい敵おるよ。え、何やで、ああ、あれか。ガメルが作ったドーパーとか。ゾウガメだっけ、なんだ。うわ、出た。危ない。今なんか何事もなかったかのように。はい。はい。ちょっと強いって、ちょっと。はい、そんなあなたにヒートメタルと。いや、これはちょっとヒートメタル結構いいでしょう。せっかくだからちょっと、あれ、危ない。おー、あいつやばい。おー。じゃ、最後に、じゃ、ここでサイクロメタル使っていくか。相性が悪いって言われて、サイクロメタルも貫くと。いいね。はい、はい。ちょっとね、レベル、RP が上がったんだよね、ちょっと。危ない。お、いいボタン、いいね。いや、回避こそ正義。はい、はい、はい。危ない。やばい。あー、危ない。あー、当たっちゃった。当たってしもったか。はい。はい。あとちょっと。頼む。あー、しもった。あとちょっとやったのに。はい。いや、そんな当たらんやろ。予備動作大きすぎるわ。待って、早くあっち行って。おい、かべ、追い出してくれてありがとう。あとは待って、ふとこう忍び込んで、回避行動して、で、こうやって叩くと。ラストは、じゃあ、危ない。オッケー。じゃあ、まだ一回もちょっと使ってない。アイレで行きましょう。アイレ行くぜ。ヒートメタル。危ない。ヒートメタル行って俺が。危ないわ。本当に。俺、バカ見るとこやったらもうちょっとで。じゃあ、最後ヒートメタルでシャフト。チェスト。ヒートメタルでチェスト。完璧。いいね。爽快感溢れるね。どうやドヤマンが。超太郎ドヤ。いや、今のところなんか一般の敵ばっか、お、あ、どうしようかな。でもレベル4、オーズ今レベル5じゃん、君レベル5じゃん。ちょっとね、ここはオーズにちょっと、お、これボスの予感だよ。あ、あれ、あ、か、エアボタン押しちゃった。まあいいや。せっかくオーズにまた隠すか。ね、この真ん中のこの中枢みたいな。なんか、エーベックスの、なんか、あいに出てきそう。
シールドバッテリーみたいな。あ、レベル上がったね。それレベルカップじゃん。まあいいや。違うから、この戦いだけね。ただ、ドアタに変身して、違う、本編ではさ、ちょっとやっぱり、これをガタキーバーに倒してたから、ガタキーバーにしようかなって思ったけど、全員倒しちゃった。あまりにもちょっと強すぎたみたいだ。これ何？これ、あ、いた、そういうアイテム。危な。全然回復させ、シールドバッテリーみたいに全然回復させてくんねえじゃん。よし、じゃあちょっとここはオーズにチェンジしようか。やっぱオーズはね、今ちょっとレベルが低いんでね。ここはちょっと稼ぎ時よ。経験値の稼ぎ時よ。ハードボイド。すまんの、オーズの活躍少なくて。オーズファンすまん。よし、行くか。この先？ここ、あ、違う、こっちや。シャッターのスイッチを押さないと。この上にあんの？おー、しにくいとこにあんな、こんな上にあんの？この階段登らないといけない。作業員大変やな。なんかあいつタムドってるぞ。コンビの前でタムドってるやつみたいな。コムドットみたいなね。やつらがいるけどね。さあ、どこよ？ここどこよ？あいつらタムドってんな。仲いいな、お前だな。結構みんな一緒にいるんやね。まあな、今からちょっとやられてもらうけどな。危ない！はい、ジャンプして避ける。お前に行くと思わなかったよ、さすがにな。よし、じゃあここで一回フォームチェンジして、ヒートジョーカーよ。ごめん、ちょっと。ちょっとボクシング最近始めたんだ。練習しないといけないから、ね。はい、はい、はい、はい。空中いて大変やな、お前の。いや、めちゃめちゃいいよ。はい。もう一本。いや、これ便利。あげる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 ぞー。SSS。あげた甲斐があったわ。ヒートジョーカーのこの連続上げっぷり楽しいな。いつも用具上げております。あ、これボス。あ、違うか。全然そんな感じなかったわ。さ、そうそう、なんかね、大型ボスみたいなやつ出てきてくれてもいいんじゃない？俺いつも待ってるよ。ハムベイビー。ここまでこれといった強敵には出会わなかったぜ。バイダスとは強敵じゃなかったな。さすがにこんな場所まで罠を張る余裕は敵にだってないはずさ。なあ、フィリップ。と言ったら、油断するのはまだ早いよ。怪しいよ。強力な敵が接近してきます。お、やっとミュージアムかな。お、ガメルか。俺のメダル返せ。返さねえよ。もっともらうよ。なんならもっともらうよ。いや、ちょっとさ、ガメルが強かったからさ、ちょっとこれも不安やな。違う、ガメルじゃない。肩にも強かったからさ、不安よな。ダブル動きます。まあ、ちょっとここは、おい、バカバカバカ。動きすぎやって。加減しろバカ。あ、まあちょっとゲージがあるから、危ない。うわ、何あれ。範囲広いわ。あ、待って、近づきて、危ない。近づくとこやった危なかったわ。あ、ちょ。はい。危ない。ジャンプしてばいけたかな。回避したい。ちょっとさ、うまくやりたいとこだけど。でも使っちゃうぞ。必殺使っちゃうぞ、ガメル。こんにちは、やっぱ初手でね、優位に立ちたい。お、3撃。3連撃。やっぱ火災が強かっただけかな。そこが本気。もうね、ガメルだけど、もう、うるさい。あ、はい。黙っていいのか。わ、今一応話しながらやってんだけどな。あ、いて。うわ、ちょっとやっぱ攻撃力が強いな。はい。回避強い。あ、やっぱ、あ、待って。そんな、俺を狙って。あぶねえ。おい。あ、こいつ強いわ。ダブのこいつ強いな。おい、打ちすぎやで、それはさすがに。さすがにそれはダブじゃんって受けきれないよ。はい。あ、待って。あー、避けようと思ったのに。あ、避けられた今。避けたか。さすがやな。はい、危ない。うわ、何あれって、あ、そうだ、重力も使うんだっけ。じゃ、この戦いで、ちょっと、他の5位だゾウももらうぜってね。これは、危ない！はい、オッケー。あ、もうこれ、マジでやめてほしい、それ。あー、危ない！マジでその攻撃やめてほしいわ。はい。危ない。危ないって、ほんとに。めっちゃ動くやん、あいつ。危ない。お、めっちゃ便利、これ、ダブのやつ。ふっ。で、これで一回フォームチェンジしようか。ヒートメタルで、当たってない。うわ、当たった今。はい。
待って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 、あ、いてた、あ、いてた、待って、これさ、あれ、ライダー変身できないもんね。ちょっとダブルだけで頑張らないと。戦いづらいわ、マジで。はい、はい、はい。この、はい。ガーン。危ない、危ない、危ない。ボタン。ラッキー。はい、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 はい。待って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 。おー、あいつ、あ、何して何してあいつ。勝手にやれてんだけど。で、これで、HP を持たせての、やべ、あべ、危ない、もう、やばい、あと一回か。やっぱ強いな。お、なんか、相手ひるんでるわ。待って、待って、危ない。あ、やばい。やばいな、これ。やばいな、あー、やばい。ちょっと、はい、ホームチェンジ。たまらんわ、これは。ちょっと回避でなんとかするしかない。怖いわ、あいつ。はい。これ避けるよ。はい、避けますよ、ダブルは。ダブル早いからね。ちょっとやばいって、ダメージ受けすぎたな。あ、待って、おい、それは、それは初見殺しすぎるって。初見じゃないけど。いや、マジか、ちょっとやっぱり強いな。カサリもそうだったけど、結構圧倒的に強く来るな。まあ、それかなんだったらもうちょっとオーズに変えてもいいけど、まあ、ダブルちょっとレベルアップさせたいんだよね、ここは。倒す。だこれちょっと初見、最初はちょっとガードして、ちょっと空中にいよう。危ね、危ない危ない、あ、いたいたいた。こつかれた。こつかれたよ。あー、もう後ろか。はい。はい。危ない危ない。おぉ、空中。これ、ちゃんとした戦い方があるはずなんだけどね。はい、A ボタン。OK。ここはなるべく、ここ打っていくよ。打ってって、今これちょっと防御のターンだね。あ、危ない。これ空中にいた方がいいね。これ空中にいた方がいいです。はい、これで攻めますと。危ない。もう、急に来るからね。OK。はい。で、これで浮いたところを撃つと。いや、これやっぱ初手にね、必殺打った方がいいよ。これで、はい、三元撃と。OK。で、これで第2ラウンド開始。ヒートメタルでちょっとね、まあ、カウンター一回決めて、あれだな、ごめんごめん。こいつ怒るな、すぐ。でも、こいつ、これなんか精度できるんだよな、こいつだけ。危ない。はい、これジャンプして避ける。はい、ジャンプして避ける。はい、ジャンプして避ける。避け方はこれが正解かな。で、次相手がひるんだところに、あのヒートメタルを差し込むからね。あ、くるくるよ。空中で。あ、もう、それ、マジこれ初見殺しだよね。あ、やばい、来るよ、来る、来た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 。これちょっとなしよ、マジで。あ、危ない。危ない。来るよ、来るよ、来るよ。危ない。あ、当たってるし。で、ここは、ヒートメタルだな。あ、来るよ。いや、これ回避したんだけどな。危ない。オッケー、Aボタン。この時を待ってた。よし、オッケー。はい、はい、はい。あ、オッケー、ダメージ与えた、結構。A ボタン。いや、これはやっぱりね、これ大事。カウンターが特に大事よ。このゲーム。来るよ。来るよ。はい、これジャンプ。これジャンプ。はい、これジャンプ。はい、これジャンプ。いやね、あんたも。あんたも懲りないね。おー、でかい。でかいね。足踏みがでかいよ。ジャンプ。あ、ジャンプじゃダメか、今のは。ジャンプ避ける攻撃って、ジャンプじゃ避けない攻撃やな。A ボタン。あー、危ない危ない。おーおー、あれ、何やあいつは。よし、これあと一発か。あと一発ぐらい当てて。あと一回か。A ボタン、オッケー。いい当てっぷりだ。あと防御も、白も半分ぐらい。さあ、お互いの1秒ちょっとあとちょっとやからね。相手何、残り来る？のっそのっそ来るね。はい、ジャンプ。はい、ジャンプ。冷静に見れば簡単に受けるからね。で、浮いたところを3になって、ここでもうとどめさすよ。ここで決めるぜ。はい。どうせこれサイクロンメタルに変、サイクロン直下に変形するんやろ？サイクロン直下に戻るんやろ？ね。ヒートメタルで決めようよ。せっかくだから。せっかくはヒートメタルにしようよ。
まあいいやね、かっこいいからね。あ、直訳してるの決めるか。かっこいいけどね。あ、この価格はね、このシーンでしか見えないから。パッカーンちゃんと待ってくれてるわ。いや、でけえな、マジで。聞いてるこれ。でかくて聞いてないやろ。あ、うつくまってる。かわいそう。すまんな。でも5位だとゾア回っていくぞ。日銀に回っていくぞ。あ、SS か。まあダメージ受けたもんな。時間も結構かかったし。いや、お、この傷は。これで2つ。来たー。やっとザコーズだよ。やったぜ。いや、マジでオーズどんどん強くなっていくな。逃げやがった。しかし、よくメダルを落としてるやつだな。ピンポイントでね。でもこれでもっと強くなるもんね。これでサゴーズになれる。いや、マジでこれどうなんだろうね。使おう。レベルは5だけど使おう。あ、冷静やな。喜べ。そうだった。喜ぼうぜ、もっと。お、後ろに？お前、あ、やっと出てきた。やっと出てきたぞ。頑張っているようだね。はい。あ、やっぱりさ、つながりあったよ。なんだお前。やっぱ愛とつながりあるんじゃない？お前はあの時の。ね、知ってるもんね。私の名はゼウス。この島の責任者。ゼウスさんじゃん。ゼウス。ゼウスだと。やっぱアイダ博士ってもしかしてさ。そんな、まさか、ゼウス、ゼウス博士。アイダ博士の愛ってそういうこと？いかにも、私はゼウス。いや、今はゼウスドーパントが正しいか。ドーパントなんだ。へえ。そうか、そういうことだったのか。わかったのか、ジョーカー。お前は財団 X と何を企んでるんだ。チョウちゃん、分かったの？このセクターシティはもともと財団 X の施設なのさ。財団 X 次世代エネルギー開発部門。ああ、だから X があったんや。エネルギー部門の施設にしては怪人の姿がちょっと多すぎるんじゃないかな。ね、いろんなやつあったもんね。コアメダル、そしてネバーの能力を強化できると分かれば、ネバー不死身の戦士ねえ、エターナルとかヒートドーパントとかね、カツミちゃんがいいとこやん。おいゼウス、アイダ博士は今どこにいる。後ろ、アイ博士さんじゃない。アイダの名前をなぜお前たちが知っている。教えてもらったんだよ。知りたければまずこちらの質問に答えたまえ。お、戦う、もしかして。さすがに戦わないか。一体なぜこんなことを、どうしてですか。でも弱って奪うものやもんな。研究のため。止められなかったんか。お前、研究は大事なんか。お前、ここまで研究は順調に進んできた。多大な犠牲を払って。今までのやつが蘇ってんのってそういうこと。犠牲はこれからさらに増えるだろう。邪魔するな。君たちも加わってもらう。ラブでも消されかけたもんな。犠牲だと。お、エイジがこれ以上犠牲出さねえぞ。逃げる気か。便利だな、その能力。卑怯者、逃げるな。逃げるな、卑怯者。先を急がないと。ゼロワンが今のとこ出てこへんな。全くだ。何としても奴の陰謀を止めねえとな。なあ。その前に、まずやることがあるだろう、翔太郎。何？今この状況の原因がゼウス博士であることがはっきりしたんだぞ。アイダ博士も怪しいよな。アイは奴の知り合いだった AI だ。どんな罠が仕掛けられてるか。おや、やっぱ誘導されてた。確かにそうだ。しかしフィリップ、ゼウスの言うことが正しいとは限らねえ。もうアイって言ってたもんな。もうアイの依頼を受けちまった。依頼人の言うことは何があっても探偵妙理やな。もういい。ああ、勝手にしたまえ。ああ、もう使えない。ダブが僕で少し一人で調べさせてもらうよ。ダブなんか怒ってる。おい、フィリップ。怒ってるよ。ダブで変身できなくなっちゃう。大丈夫？くそ。フィリップ。マジ？ダブ使えなくなっちゃうの？ジョーカーだけ？もしかして。アイテムゲット。ああ、メダルね。世話そうとね。え、マジか。え、フィリップ、そんな怒るやつだったっけ？そんな、こんな。
さらにコアメダルを加えれば、コアメダルをオーダーザーゴーズコンボにホームチェンジできる。あれ、決別しちゃったよ。おー、かっけえな、やっぱり。強力な攻撃力と頑強な防御を誇り、重力マンを操る。頑強かつ重心の安定したボディで、他者の攻撃ではひねむこと。あ、これいいじゃん。パワー系最高よ。下水場に潜入。じゃあちょっとザゴーズに変身するか。マジか。フィリップ使えなくなる。ダブルも使えないのかな。お前の罪を数えるって一緒にいてくんねえかな。ハングジョッカーにも変身しねえな。あいつは悪いやつじゃねえんだが、一度怒ると手がつけられねえ。イリガイの。それだけ翔太郎さんのことを心配してるんじゃないかな。必死になってるかな。分かってるんだがな。素直に会えない。怒り。怒るのも無理はありません。アイちゃん。私は翔太郎さんたちのお役に立ちたいと思ってますが。案内した進路は敵ばかり。計画通り。フィリップさんの反応の方が普通です。アイちゃん、思い詰めてるな。翔太郎さんの判断ってちょっと変わってるよな。まあな。でもわかるな。翔太郎さんの勘ってやつ。お、マジ通じる？翔太郎さんの影響で私の行動予測もなんだか楽観的になってきたみたいです。くよくよしても仕方ないので。前に進みましょう。お、いいなんかポジティブだね。アイちゃんポジティブシンキングだね。写真の場所を捜索。行くか。あ、でもレベルいっぱいになってんだな。サゴーゾなるか。どう？サゴーゾ。サゴお。ビ音楽が。いいね、この重厚感あふれる BGM。ゾウサゴーゾサゴーゾ。X で貫く。お、いいね、重力、あ、ロケットパンチ、ロケットパンチが飛ぶ。これ、角も出せるからね。本気出してみようか、スタザ行っちゃうか。スタザ行くぞ。お、来た来た来た。なんだっけ、サコート、なんとかなんとか。お、みんな集めて、貫き丸。痛い、すげえ。激アツだね。これは激アツでしょう。あ、ロケットパンチ。負け気しないね。お、なんかデッキやつできた。危ない。そんなね、攻撃じゃビクともしないからね。そんなチップの攻撃大事。ビクともしないから。ロケットパンチが結構強いな。はい。どっちが重量級か見せてやるよ。体だけね、ずるただけでかくて、重量級だけでけ。ずるただけでけやつに負けるわけないでしょう。危ない。あ、いてたたた。ゴーゾー、さ、ゴーゾー、さ、ゴーゾー。危ない危ない危ない、ちょっと危ない。お前もういいとこで、いいとこでよくも。はい、ビクともしない。そんなもんじゃ、でもビクともしないからさ、ダメージは受けてんのかな。ダメージは受けてたら俺もう気づけねえぞ。本気出してみようか。これで押して押して押して貫いて。もうそんな攻撃ビクともせんね。これでロケットパンチ、あ、当たってない。うまくしゃがんでるから回避されたわ。やっぱサゴーゾこの BGM いいな。一回だけ流れたんだよね、本編ではね。歩き方が。すげえ。前傾姿勢。猫背になりそうだわ、これずっとやってたら。家でやってんだろう。この歩き方な、癖になりそうだな。猫背になりそうだ。じゃあ進むか。でもこのね、腕の重厚感好きなんだよな。他のコンボではないもんね。こういう腕にガチャガチャ、なんか、でっかい武装がついてるのって。いいね。行くか。お、なにこれ。なんか、お、近未来だね。セクターシティ。HP も回復して、進むか。